南美優の探検発見白鈴女子学園。というわけで今回も始まりました。この動画では私たちが通う白鈴女子学園の紹介をしていきたいと思います。こんにちは、理事長の西園寺飾りです。どうして私も出なくちゃいけないの？だって私、学園の歴史とか教育方針とかそういうのあんまり詳しくないから、一番学園のことよく知ってる人にいてもらった方がいいかなって。入学するときに学園案内とか渡されたはずだけど。そんなのこの私が読んでるわけないじゃん。そう、あの冊子作るの結構お金がかかってるのだけど。あの飾りお嬢様、僕はちゃんと読みましたからね。カメラさんは黙っててください。リポーターは私なんだからね。はい、すみません。というわけで、とっとと始めたいと思います。ここが私たちの通う乙女の園です。白鈴女子学園。開校は明治時代の、一応伝統校よ。女子校だから男子は入学できません。でも今日はそんな男子禁制の学園内にカメラが入っちゃいます。そうね、男子は入学できないわ。にゃ、二人ともどうしたの？微妙そうな顔して。いえ、なんでもないわ。続けてちょうだい。はーい。でもここで撮るのはオープニングだけだから、次は校舎の中に移動だよ。それじゃあカット。というわけで教室です。見たまんまですね。古い学校なので設備もいろいろ古いです。窓とか開けるときギシギシってやばいです。そうなの。この間そこの窓枠が外れました。なんとか元通りに戻してあるけど、触ったらまた外れるから気をつけて。あの、先生に報告は？お前が壊したんだなーって怒られそうだから言ってません。ちゃんと直すから報告して。私に直接でも構わないから。西園寺さんは怒らない？あなたが壊したのでなければ。なら黙ってるしかない。せめて反省して。あの、古いのは事実だけどちゃんと手入れはしているのよ。というかですね、学園紹介なんですから何か褒めてください。この学園、何か褒めるようなところあった？すぐには思いつかないわ。お嬢様、理事長ですよね。本当にそれでいいんですか？まあとりあえず、アスカさんみたいなツッコミ上手で可愛い先輩がいるってことで。確かに他の学校にはない素晴らしい特徴ね。そういうのはいいですから。大切なのは箱じゃない、人、人間なのよ。人という字は支え合ってできている。これを見ている受験生の皆さん、入学したら港が親切にお世話してくれるわよ。さすがに新入生全員の面倒は見れませんよ。見ちゃいそうな気はするけどね。まあアスカさんに限らず生徒のみんないい子ばっかりだから。いじめとかないから安心してちょうだい。もしあっても報告は受けていないからないも同然よね。正直に余計な一言加えなくていいんです。あの、本当にないですからね。先輩たちいい人ばっかりですから。それじゃあ次回はその素敵な先輩たちにお話を聞いてみるってことで。今回はこのくらいでお開きかしら。優雅だけどおんぼろな木造校舎から南美優と西園寺飾りがお送りしました。お二人とも本当に PR する気あるんですか？